はい、皆さんこんばんは。お風呂上がりました。2018年の12月28日、21時51分です。あ、読み上げつけてたね。はい、1号さんはどつ、よろしくお願いします。よろしく。ごめんね、お待たせ。お風呂入ってたわ。すっきりだね。まったりやりましょう、まったり。しょうもない人生 しょうもない人生だよ。面白くなきなんとかを面白くだよ。お茶爆ありがとう。いつもありがとう。お茶爆ありがとうございます。お茶爆ありがとう。いつもありがとう。しょうもない人生ね。尊い人生歩んでる人が一体ね、何人いるのかっていうね。本当に来い、ありがとう。こんばんは。はい、バドツ。演技が寒いぞ。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。今言おうとしたのは高杉晋作。そうそう。面白くなきなんとかを面白くだね。なんだっけ？忘れちゃった。なんだっけ？面白くなきなんとか面白く。お茶爆ありがとう。サンキュー。そろそろキートスやるか。キートス。やろう。お茶爆ありがとう。サンキュー。みんなお茶爆ありがとう。すっきりされた。よく寝たね。よく寝た。ぐっすり寝たよ。コンティニューコインありがとう。コンティニューコインありがとう。お茶爆ありがとう。みんないつもありがとう。サンキュー。お、キャス君ありがとう。ワトツー。あ、こっちも登録してくれたんだ。ありがとう。サンキュー。コンティニューコインありがとう。いえいえ。海宝やけど師匠やめます。海宝師匠だったの？
おー、コンティニーコインありがとうね。ありがとう。サンキュー。いや、おかげさまでね、写真撮影の依頼が結構来てますよ。面白く、こともなきよう面白く。ああ、ありがとうございます。面白く、こともなきよう面白くね。ありがとう。トム池の行くよ、明日。明日っていうか今日か。ん？明日か。行くよ。トム池忘年会行く行く。トム池忘年会ね、座談会って言ってるらしいよ、本人は。それはちょっとないよな。明日じゃん。多分明日だよね。29って言ってたから。いや、会費は聞いてないね。ないんじゃない？金欠だよ。いや、座談会なら座談会ってブッキングしてほしいかな。だってうちのリスナーさんにはさ、忘年会って告知打ってるわけだから、それ詐欺でしょ。嘘ついたら。座談会のオファーなら座談会でちゃんとオファーするべきだと俺は思うけどな。そう思わない。嘘はついたらダメでしょ。仕切れるのかな？どうなんだろう？仕切れないと思うけど、仕切るんじゃないかな。はい、わたつ。トム池が仕切りうまそうには見えないかな。写真の依頼、そうですね。写真の依頼結構来てますね。ありがたいことに。嬉しいよ。結構来てるよ、依頼。写真でも動画でもいいんだけどね、俺はどっちでも。写真の方が需要があるんだろうね、多分。こんばんは。センスあるかな。写真好きだよ。コンティニーコインありがとう。わたつ。かわいい。ありがとう。おっさんだよ。コンティニーコインありがとう。コンティニーコインね、たくさんあるんでね、お茶バッグがいいっすね。お茶とかお茶10個とかいただけると嬉しいっす。ぜひお茶ください。和藤さんの動画好きです。伊豆の動画綺麗でした。ねえ、あれまだ完成してないんだよね。お茶ありがとう。大体ね、お茶、コンティニーコインね、50キープできたらいいかな。あ、レベル24に上がりました。ありがとうございます。綺麗な写真をね、作れるようになりたいね。もうみんながさ、うわーっていうようなさ、綺麗な写真を作れるようになるのが一個の目標かな。これは勝てねえわっていうかさ、これはできねえわっていう。
どうやって作ったんだこの写真っていうね、そういうのが目標かも。映像とか写真はお金にならないよ。お金にならない、そもそも。それでお金儲けるって思ってないもん。生活費は俺は配信で稼いで、配信で稼いで余った分を映像にぶっ込むって決めてるかね。俺は解放許してないよ。許したら波紋解いてるでしょ。全然許してないよ。はい、ワード2。やってること間違えてるでしょ、解放は。ブレないね、うん、ブレないっていうか、このやり方しか知らない。他に器用なやり方ができたらいいんだけどなかなかできない。ツイキャス、俺のアカウントは全部ワド監督だね。ひらがなでワド監督で全部出てくるよ。どのアカウントも、フェイスブックでもインスタグラムでも何でも全部ワド監督で検索して。俺はもう関わらないとは言ってないよ。あくまで弟子じゃないっていう、もう俺の弟子だっていうのやめてくれっていう波紋にしただけで。さあ、関わらないのは無理だよ。だってイベントとかもあるし、他の人のブッキングとかに口出すつもりないもん。関わらないのは無理、うん、俺のアカウントは全部ワード監督で出てくるよ。こんばんは、お寿司ありがとう。22号さんいらっしゃい。あー、藤子さんね、懐かしいね。藤子ちゃんね、すげえ懐かしい。藤子ちゃん元気かな。懐かしいね、もう3年ぐらい前じゃん、絡んでた藤子ちゃんと。面白かったね。シャンマンのマンションの動画、ああ、KW レジデンスっていう昔住んでたアパートだね、シャンマンが。解放を可愛いっていうの怖いからやめて。解放を可愛いっていうのやめようぜ。なんか悪意を感じる。ものすごいなんか強烈な悪意を感じるから。女の人の可愛いほど怖いもんないかんね。あー面白かったね、三社祭りね、最高だったよね。くっそ腹抱えて笑ったもん俺、現場にいたけど。レジェンドはやっぱ違うよね。くっそ怒られてたかんな、ダメだよとか言って。落書きしょってねえとダメだってやーって言われて。いやいや、藤子ちゃんもともと配信者だったよ。だからパソコン配信の設定とかをやったのが俺なの。藤子ちゃんはもともと配信はやってたの。で、パソコンの細かい設定がわかんないからって言って、よく、なんつうの、ワードやってって。あとパソコン買うの、どれ買ったらいいかわかんないって言ってたりとかしてな。
だ設定をやってあげたって感じだ。ははは、藤子ちゃんの AV みんな見てたよね。鬼畜系 AV ね。めちゃめちゃ体張るからね、藤子ちゃん。面白いよな。多分なんだけど、パソコン配信、今は最高設定あるでしょう。携帯配信の時はないんだと思う。ここに座ってパソコンで配信してるなっていう時あるでしょう。パソコンだから、出力が高いの。携帯の時は画質が下がっちゃうの。携帯が勝手に選ぶから。だからベッドで寝そべってる時とか、外配信の時はないでしょう。今あるはず。それはね、機材の問題だね。携帯電話のほら、パケシ？パケット？パケットじゃねえか。今パケットではない。電波のギガ食わないように、多分携帯電話の方設定落としてるんだと思う。夜ご飯っていうか、俺今寝起き。夜ご飯在、今朝だよ、俺にとっては。まだお腹空いてないかな。何も作んない。まだ。お気楽だよ。スローライフ。気楽、気楽。監督かカメラマンかどっちなの？俺は何でもやるよ。別に肩書きにこだわってないもん。やりたいことやるだけ。コイン溜まったね、だいぶね。コインがね、50個溜まってるときはお茶投げてもらえると嬉しいっすね。コインは延長代だから。50個あれば10回延長できるからさ。だいたい50個ストックするって覚えといて。それ以外は全部、あれがいい。なんだっけ。お茶がいいね。お茶が助かります。偉そうかな、よく言われるんだよね。 偉そうって生意気なんだよね。だから偉ぶってるつもりはないんだけどね。シルバーはちょっと休止中かな今。やめてはいないけど休止はしてる。謙虚にっていうのはどういうことなんだろう。俺普通に話してるつもりなんだけどな。なんか偉そうかな。
キャスのお茶1個で何がどうなの？お茶が増えれば増えるほどおすすめに乗るんだって。マジックポイントっていうのが増えてくから広告みたいな感じかな。お茶は広告。こんばんは。おお、キャス君ありがとう。サンキュー。アイテムありがとう。ロコさんのメモリアル動画まだ作ってないね。作りたいな。俺も別になんか偉そうにしてるつもりはないんだけど、よく言われるんだよね。10個のお茶は、お茶をまとめて10個払うっていう感じ。10個のお茶はまとめて10個投げてるっていう。だから広告効果が10倍って感じかな。まあね。まあ、過疎だからさ、俺は。まだ始めたばっかりだから。コンティニーコインありがとう。ワド監督って入れないんでないでしょ。だって、サポーターまだ180人ぐらいしかいないもん。全然過疎だよ、過疎。入りくだられるお客様体質に慣れすぎてる。ああ。俺はなんか普通にしてるつもりなんだけどな。遊び遊び。俺がやること全部遊びだよ。コンティニーコインありがとう。大手ではないんじゃない？俺は自分のこと大手だって思ったことないけどね。どうなんだろう。大手ではないでしょ。アクセの趣味悪いかな。そうかな。悪い。そうかな。ああ、配信無理だなーっていうのは結構よく感じるよ。はい、こんばんは。配信限界では向いてないのかなーって思うときは結構あるかな。そんな何回もあるよ。まあでもやるしかないからね。これしか生き方知らないから、他にうまくやっていける方法がわかんないんだよ。俺、毎年毎年、来年いなくなる生主、ナンバーワンにカウントされてるけどね。去年も言われたよ、うなちゃんマンに。来年いなくなるって。ずーっと言われてるよ。毎年恒例だよね。来年いなくなる生主、ワド。意外にしぶといんだよ。アクセサリーなんで作るの？好きだから。かっこいいから。ワクワクするから。ありがとうございます。
一眼カメラと高級ビデオムービー、どっちが画質がいいの？動画で言ったら、ビデオムービー。ビデオカメラね。写真で言ったら、一眼レフの写真のフルサイズって言われてるのは 8K に相当するね。8K のビデオカメラの静止画は、一眼レフのフルサイズの写真と一緒かな。海宝さんとの仲はどうなってるのかな？いや、波紋だよ、波紋。波紋です。ドルさんやってるでしょ？な、弟子じゃなくなったんだ。絶縁はしてないよ。絶縁はしてない。和道の翻訳がないと海宝の言ってることがわからない。 いや、俺もわかんないよ、海宝が何言ってるか。全然全然わかんないよ。仲直りって喧嘩はしてないよ、海宝と。海宝と喧嘩はしてないよ、俺。来るものを拒まない性格なんですよ。去るものを追わない、来るもの拒まないっていう 昔からっすね。喧嘩はしないんじゃないの？
喧嘩はしないと思うよ。まあでも格闘技強いってことは喧嘩強いんじゃないのかな。ほら、冬休みだからキッズが湧いてるんだよ。子供たちが湧いてるんだよ。冬中ってやつね。冬の中学生、通称冬中。ああ、浅野先生漫画家だからね。写真集でも出すか。写真集ってどれくらいかかるんだろうな、一冊するのに。結構値段高そうだよね。お餅買ってない。太るから今年は食べないかな。映画資金はあといくら必要なのか。まあ300万で、キートス300万で始めようかなとは思ってるね、うん。キートスってこれ期限つけられるんだっけ？映画の資金、キートス。J リーグカードはいらないよ、大丈夫。ラモス、ルイのキラカードとかいらないから。J リーグカードとかめちゃめちゃ懐かしいんだけど。まだ持ってたらプレミアついてんじゃないの。わかんないけど。この T シャツのブランド、無印良品だね。無印良品。キートス期限ってどれくらいなんだろう。キートス期限、ネカフェみたい、よく言われる。キートス、キートス、うん、どうやってやるんだろうな。オールイン、ライブ予告日時までに目標金額を達成しなかった場合でも集まった支援金を受け取れる。支援者は支援のキャンセルができるようになりますと。目標金額を達成した場合の支援金、これだな、オールオアナッシングだな。金額目標、オールオアナッシング、目標金額を達成した場合のみ支援金を受け取れる。リターンが作れるんだ。3種類違うものを設定してくれ。一番上の金額は支援金の、え、一番上の金額は支援金の最低金額になる。リターンは変更できない。
カメラマンのボスベスト持ってないですね。カメラマンのベストは持ってないっす。あの戦場カメラマンみたいなやつでしょ。あれあるとすげえ便利なんだけどね。手っ取り早くお金が入る方法なんか世の中にはないんだよ。そんなうまい話はないよ。お茶ありがとう。お茶箱ありがとう。お茶ありがとう。ベンジョさん器用だよね。いいね、ありがとう。なるほど、オールオアナッシング形式にすればいいのか。実家はないようなもんだよ。うん、成田にあるのかどうかわからないし。ベスト1万ぐらいだね。1万円ぐらい。あ、アマゾンだったらもうちょい安いのかな。でもベストは必要ない。今ね、あのウエストポーチが欲しいですね、僕は。ウエストポーチとベルトが欲しいかな。カメラ用の。アドの YouTube 面白い、ありがとう、うん、いくらするか分かんない。別に俺買おうと思ってないから。1年後支援するから期待しとけ。マジで、マジですげえ楽しみにしとくわ。ありがとう。じゃあ待ってるね。ありがとう。え、俺海保に謝るようなことなんかやった俺海保に謝るようなこと何にもしてないと思うんだけど、なんかやったかな。なんかやった。何を謝んの海保に。なんかやったかな。俺身に覚えがないな。ワドは腹立つけどなんだかんだ見てます。ありがとうございます。これ別に解放に何も悪いことして、謝るようなこと何もしてないと思うんだけど。なんだ、身に覚えがないな。なんだろうね、好きじゃないのに見ちゃうって何なんだろうね。分かんねえな、どういう心理なんだろう。
謎。いきますよ。いきます、いきます。自分はまだ大丈夫って思うの。ギリギリだからね、俺の人生で。すげえギリギリ人生だからね。人生綱渡り状態だ。顔広い？そう？全然顔広くないよ。コミュ障だもん。団長っていう人と絡みないからわかんないな、うん、俺はアスペルガー症候群って言って発達障害だね。家でゆっくりするのいいじゃん。あ、そうだ。昨日教えてもらった本、欲しいものリストに入れよう。映像関係の本、あの、これ読んどいた方がいいよっていうの聞いたんだ。なんで言ったっけな。赤を見る。赤を見る。これか。赤をニコラス・ハンスリー。赤を見ると、何だったっけな、赤を見ると、なんつったっけな、覚えてねえな。赤を見る、何だったっけ、覚えてねえ。赤を見ると何だったっけな。映像の本、あれ何だったっけ。赤を見ると、赤を見る、なんだったっけ、覚えてねえな。忘れちゃったよ。しょうがねえな。赤を見ると、そうそう、赤を見るっていうのは、その色彩がもたらす、そのサブリミナルについての本なんだって。これ精神学者かなんか、なんだか忘れちゃったんだけど、酔っ払ってたから。このニコラス・ハンスリーっていう人が、 色を見た時、色とは何なのか、色がもたらすパワーとは何なのかみたいなことを書いてある本だから、まずその色の勉強をするにはこの本を読んだ方がいいって言われて、あとね、サブリミナルについて書いてある本があるって言われたんだよね。サブリミナル効果、要はどういう商品がどういう風に作って、これにはこういう理由があるっていう、その例えばその任天堂スイッチがなんで売れたのか、女性層に売れたのかっていうと、男性の勃起時の直径と同じ太さにしたんだっけな、平均値の。そしたら急に任天堂は64でこけたのに、急に女性層が増えた、ファミリー層が増えたとか、要はその人間が無意識にその反応するような有機的な デザインの本だ。そう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 。で、その赤を見ると、そのもう一つの本を読むと、その世の中のうまくいってる人たちがいかに、その、なんつうの、
なんだっけ、なんとかプロダクトっていうらしいんだけど。そう。なんていう本だったかな。ちょっと思い出せないな。赤を見ると、なんか3つぐらいおすすめされたんだよね。平均値っていうのがアバウトだなっていうじゃん。それが昨日教わったんだけど、人間が美しいと思う顔って、平均なんだよ。AKB とかのさ、こう写真を重ねていって平均の顔を作るとものすごい美人になるとか見たことない。だから、なんだろう、ハーフの子とかってさ、どん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 血が混ざっていくと可愛い子が生まれていくとか理屈があるじゃん。あれは何なのかっていうと、人間が美しいと思うものは、そう、中央値っていうんだけど、全部をこう混ぜて平均化した顔の。ソウルダスト、意識、魅惑の幻想。いや、違うな。違うな。ツイキャスのせいではないね。冬休みに入ると、キッズが増えるの。だから、実はその平均的な顔っていうのかな。中央値。その鼻の高さ、顔の頬骨とか、目の距離とかが平均化すればするほど、すごく綺麗な顔になるっていう。内なる目、意識の進化論。違うね。何だったっけな。名前が出てこねえな。そうそう。大体重ねると綺麗な顔になるじゃん。それはもともと人間が平均、要はね、これ何を指すのかっていうと、共感したいんだって。そう。平均値が綺麗だって思う本能っていうのは共感覚なんだって。みんなと同じ感覚を共有できる顔っていうのが美しい顔って。だからそういうふうにその脳ができてるっていう。ね、イケメンより普通面がモテるっていうよりも、イケメンとは何なのかって話だね。お疲れ様です。ありがとう。昨日お疲れ様。昨日写真パシャパシャ、現場配信初めてやった。面白かったでしょ。花火ありがとう。ふわっちね、面白い配信者どんどん減ってっちゃってるね。平均的な顔じゃないと思うけどね、寄り目だしね。全然違う顔だと思うよ。
ハゲてるし、むしろめちゃめちゃ個性的な顔してると思うけど。赤を見ると何だったっけな。何だったっけ。寝るの昼過ぎかな、昼過ぎだね、大体。いや、沖縄っぽい顔じゃない？そうかな？沖縄っぽくないかな？そう？母親思いっきり沖縄、ああ、でも母親が沖縄っぽい。なんかね、2パターンあるんだよね、沖縄って。薄い顔と濃い顔の2つなの。多分みんなが言ってんの、濃い顔の方だと思うの。薄い顔があるんだよ、沖縄って。そっち系だね、母親は。薄い顔、あの濃い顔のこと言ってんでしょ。 2パターンあるよ。ほらガッキーとかさ、知念里奈とかさ、ああいう薄い顔あるんだよ沖縄って、系統的に。もうこの2つに分かれるね、沖縄は。あと仲間由紀恵とかもそうじゃん。俺半分沖縄。そうだね、公家顔とかよく言われるね、マロ顔。これはね、生まれは沖縄じゃんよ、母親が生まれ沖縄なの。ばあちゃんと母方が沖縄の血入ってる。俺は年越しそばずっとソーキそばだもん、ばあちゃんの手作りの。ソーキそば、まあ、ゴーヤチャンプル、ソーミンチャンプル、ラフテー、もうずっと普通に出るよ。サーターアンダーギーも毎日ストックあるし。そう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 、チーズケーキよく覚えてるな。よく覚えてる。 俺も忘れてたよ。よく覚えてるわ、リスナーさん、すごいわ。そうそう、沖縄の男は働かなくて有名な。俺が働かないのは沖縄の父だから。サーターアンダーギー、いや今では食べないかな。今では食べない、別に。なんか普通にもう家の中におやつとして置いてあったから、サーターアンダーギーが。知らない、ヒカルくん結婚するらしいよね。赤を見るはもう、見たよ。赤を見るはもう分かった。ニコラス・ハンスリーっていう人の本、それ読んだ方がいいって言われた。その映画作るんだったら 色が持つ意味を覚えておいた方がいいって言われて。ばあちゃんが作るやつはうまいね。だ3冊ぐらい映像、アメリカの映像評論の人の本とかも教えてもらったんだけど、酔っ払ってたから覚えてないな。そうそう、そのまま東さんにネタパクられて。だから母ちゃん、あのたけし軍団嫌いなんだよ。俺の母ちゃんたけし軍団嫌いの、トラウマなの。そう、嫌だよな、息子がねオフィス来たのとビタビタって。もう母ちゃんからするとふざけんなって話だよね。沖縄小さいよ、まあ、母親嫌いだからいいんだよ。俺はたけしさん大好きだから。今は連絡取ってない。もう母親とは絶縁状態だね。うまいもん、チンスコーと、なんだろうな、まあ食に関してはあんまり
微妙かな。沖縄は。沖縄まずいね。あと沖縄って海藻類めちゃめちゃ食べるんだけど、沖縄の海って海藻類取れないんだよね。なんかワカメとか昆布とかなんかいっぱい食べるんだけど、あれ沖縄原産じゃないんだよ 沖縄の海は取れないから。いろいろ複雑なんだよ、うちの家庭は。不良、まあまあ俺も不良品だし、ちょっと複雑な家庭なのね。両親がいて幸せな家庭があるっていうのは羨ましいよ。海ぶどうは取れるのかな？ちょっとわかんないな、海ぶどうは。規格外品ってことね。規格外品。A&W かな。A&W の、なんつったっけな。俺、あれ大好きだよ。ルートビアかな。ルートビア。島らっきょう食べてないな。母ちゃん生きてんじゃないの。連絡取ってないから知らんな。生きてんじゃない。まあまあ破天荒は母親譲りだよ。怖い話？怖い話のネタはそんなにないな。配信見てないでしょ。同級生は2、3人見てるらしいけどね。同級生花火くれるからね。頑張れっつって。ウケるよね。同級生からこじきしてんだよ俺。ばあちゃん生きてんのかな？どうだろうね。もう年だかんな、ばあちゃん。ああ、ハートありがとう、わたつ。同級生、花火くれんだよね、ずっと。いやー、小学校から中学校、高校は別か、多分。まあ、高校途中でやめたかんな、俺。で、なんか、柴田の動画見てたら、おすすめ欄に俺が出たらしくて。で、うわ、こいつ知ってる、近所で5分、歩いて5分のやつだって思ったらしくて、で YouTube 見て、で生放送来てくれて。なんで母ちゃんの名字俺が言うんだよ。個人情報で言わねえよ。言わない言わない。そうで、ずっと応援してくれてるね。今年かな、今年の、なんか今年2人同級生がコメント書いたね。沖縄の人が長生きなのは食いもんだね。沖縄の人が長生きなのは食いもん。それはね、親父方の名前だね、島津は。母方は、島津は沖縄の名前じゃないもん。鹿児島とかの名前。こんばんは。いらっしゃい。お茶ありがとう。こうではないね。はい、こんばんは。あ、ゴーヤはあるんじゃないの？そういう、苦いんだよ、向こうのゴーヤって。向こうのゴーヤ苦いね。ラフテー。アレルギーじゃないの？ 37 号さん、それ。耳の中と喉と鼻の中がかゆいって。白いゴーヤ出てんだ。そうだね、関ヶ原で逃げる負け戦の有名な戦法がある人ね。
島津藩は。のけ口だっけ、有名な戦法あるよね。島津ののけ口、何口だっけ、のけ口だっけ。あ、豚全部食べるよ。耳から顔から全部食べる。親父にも会ってないね、もう3年ぐらい、うん、いいね、ありがとう。伝説のキックボクサー、結構有名なんだよね親父。沖縄4回か5回かな、4回かな、記憶がないのが1回あるから5回か。もうだってばあちゃんもこっちに住んでるし、旅行に行くって感じだよ。耳が俺はあんま好きじゃない、沖縄の料理あんま好きじゃないね。沢村忠さんじゃないよ俺の親父は。年末何もしない、普段通り、もう忙しい、普段通りです。チューチュースタンプありがとう。生まれ変わりじゃない、あの俺の先祖が成明の生まれ変わりじゃなくて先祖だよ。昨日撮影すごかった、ああ見てくれたんだ、ありがとう、うん、まあ、あんな感じですよ、あのすごいミニマムな現場だけど、うん、捨てがまりだ、ありがとう。軒口ね、捨てがまりだ、ありがとう、ありがとう。75歳さん、戦国時代に薩摩の国の大名島津氏に用いられた戦法の一つ、関ヶ原の戦いの退却時に敵中突破の手段として島津、なんだろう、なんとか義弘かな、まあ、用いたことに知られる島津の軒口、捨てがまりっていう戦法で、あの関ヶ原で1000人ぐらいになっちゃったの、自分の自軍が。で後ろに2人の武将を、軍隊ね、2つの軍隊、前に3体の軍隊に囲まれて、もう完全降伏状態になったの。もうどう考えても負け戦、もう絶対勝てない、1000人しかいないって。で島津藩が何やったかっていうと、あの敵の中で一番強い武将誰だって言ったので、中央にいるあいつですってなったの。よっしゃ分かったっつって、一列に並ぶの、その1000人が。で一列に並んでズワーってその敵の一番強い軍隊のところに突っ込んでいくので、要はもう焼けっぱちのもう捨て身戦法にとって、敵からするとなんだあいつらみたいな、で取り囲めっつってガーってその陣が囲んでいくわけだ。で何をやったかっていうと、バーって敵の方に突っ込んでいって、バーって言ってそのまま逃げてくのまっすぐ敵中央突破で相手をパニックにさせて、ガーって一列になって逃げてくので、何をやるかっていうと、一番後ろのやつがしんがりって聞いたことある、一番後ろのやつが馬から降りてこうやってかかってこいっつって追っかけてくる馬を、あの自分の命で止めるので、まあ殺されるじゃん。でそしたら一番後ろのやつが降りるって言ってしんがりっつって殿様を逃がすので、300人まで減ったのかな、結局自軍に帰るまで。そうで、それがすごい有名な戦法なんだよね、うん、そうそう、軒口か、だから鬼島津とか言われてんだよね、もうめちゃくちゃなんだよね戦、うん、だからちょっとつ盲信なのは先祖譲りだね。しんがりっていうその概念の戦法だよね、有名な。沖縄王朝の子孫が東京タワーマンションに住んでるって本当、ああどうなんだろうね、知らないな、うん、あーディーゼルノーイとやったのはすごいらしいね、本当に。なんかたまにね、やっぱ50代60代の格闘技ファンから、親父の名前島津っていう名字だから、あれとお前親父キックボクサーじゃなかったって言われるもん、たまに。そう、ディーゼルノイ伝説のムエタイのチャンピオンね、ご先祖様が有名だね、うん、そうそうそう、まあそれがね、末路末路がネット公式だからね情けねえよ、ご先祖が泣いてるよ今、本当にネット小敷だよ、ネット小敷、うん、遺伝は血は関係ないっていうね、うん、親父がいかにすごかろうが、先祖がいかにすごかろうが、
だって徳川家康の血が入ってるんだよ。ありえなくない？薄く何千分の1で徳川家康の血が入ってると思うと笑うっしょ。全然血液関係ないからね。アホだよね。遺伝ゼロだよ。遺伝ゼロ。覚醒遺伝に期待しよう。純日本人だね。まあまあ沖縄はその頃日本なのかっていう話があるから純かどうかわかんないけど、だからまあ有名なのはあの篤姫だよね。篤姫っていうのはあの島津家のお姫様の名前だから、篤姫なら知ってるでしょ。あと西郷隆盛っていうのは島津藩の軍隊、島津藩が殿様、島津が殿様で、島津が持ってた軍隊の長っていうの、だから部下だよね。部下が西郷隆盛でしょ。篤姫とか西郷隆盛っていうとみんな知ってるんだよね。農民には家系図がないんだよ。農民には家系図がないんだよ。うん、YouTube のドキュメンタリーなんだろう、なんていうタイトルの動画かな。俺の動画これ撮ってるよ。これこのカメラ。お茶箱ありがとう。だから島津藩っていうとピンとこないんだけど、薩摩藩っていうとピンとくるんだよねみんな。うん、俺全然わかんない。だからみんなの方が詳しいんだよ。みんなから教わってんだよ。俺全然わかんないよ。だからみんな教えてくれんだよ。島津四兄弟がどうとか、成明がどうとか、もう全然知らなかったもん。ありがとう。なんてカメラ？これはね、ソニーの α7 っていうカメラ。最近出たカメラ。今年出たカメラで。結構優秀なカメラだよ。まあね、優秀な一族からボンクラが生まれてくるっていう、希望がある話。血液は関係なくて、努力をした人間とか優秀な人間は成り上がれるっていう時代なのを証明してるからいいだろ。島津の末裔っていうか、島津は俺の名前です。はい。まあ島津の末裔ですね。はい、本名島津なんで。ドリフターズのね、はい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 、あ、漫画のね。だから俺主人公に似てるでしょ、ドリフターズの。ドリフターズの主人公に似てない？あれ、俺がモデルなんじゃないかなって思うもんね。似てないかな？似てない？ドリフターズ。そうそう、丸に十の字のかも。これこれ。似てない？関係ないか。そうそう、ドリフターズって言って、島津藩の主人公の漫画がある。今。似てる似てる。このカメラはね、本体ボディが23万ぐらいかな、ネットだと22万か23万で、レンズ込みで25万ぐらいかな、26万とか。あのね、ISO はね、動画を撮影するモードで、S ログっていうのがあるんだけど、それは ISO800 からじゃないと撮れないの。通常モードだと ISO100 とかで撮れるんだけど、ラットを当てる前提のモードはね、ISO800 から撮りますね。うん。昔だったら和道に悪口言ったら、内首獄門。そうなんですね、僕は。でも分家だよ。本家じゃないよ。もちろん。本家だったら今頃こんなところにいないから。もちろん分家ですね。本家だったら今頃大富豪だよ。
嘘、800だろ？ワード。だから ISO は800だよ。ISO は800で撮ってる。ただそれは設定ね。フラットに動画撮るんだったら、デフォルトの設定撮るんだったら100でいけるよ。ただ俺は S ログで撮ってるから800だっていう。成田は俺のふるさとだから、原風景だから、やだ、同級生とかに会いたくないし、みんな家庭持って幸せにやってるよ。泣きそうになるんだよ、成田行くと。成田山で遊んだ 遊んだよ、成田山遊び場だったよ。地元だもん。成田山ってさ、参道があって裏、本堂がある裏にでっかい公園があるの。池とかもう本当に庭園みたいになってて、おすすめだよ。裏まで行った方がいいよ、成田山行ったら。家庭はもう諦めた。家庭は諦めた。いやー、ダメダメダメ、泣いちゃうよ、本当に。いいの。ちゃんと、胸張れるような生き方ができるようになったら、ちゃんと、同窓会とか顔出すよ。ゴミだから、俺は。ごま炊いてもらいに行く。ああ、成田温泉あったかな？ないと思うけど。スーパー銭湯かなんかじゃないの？結構歩くよね。でっかいよね、裏の公園。成田山、裏の公園がおすすめかな？めちゃくちゃ広くて、のんびりできるよ。昼間あそこで散歩しながら弁当食ったら最高に気分いいよ。特に東京の人はびっくりすると思う。川とか滝とか、すごい庭園がある。写真撮るのなんか最高だよ、成田山。参道とかね。飛行機の音うるさいのはね、もっと空港に近い方。成田空港っていうけど、成田の市外から電車で20分ぐらいなんだよ。20分って相当な距離じゃん。だから成田の外れの外れにあんの、空港って。だから市内ではうるさくないよ。ただ空港の方はうるさいよ。ごわーって音聞こえるよ。まあ、その辺住宅街じゃないから。全然騒音とかないよ。飛行機がもうずーっと一日中飛んでるって感じ。いいね、ありがとまあでも、なんか地元の自慢になりたいな、有名になって。あいつ頑張ったなーって40とか50になった時言われるようになりたいね。ゴミだろ。 いや、ゴミなんだよね。 うなぎ屋がもともと何であるのかっていうと、印旛沼っていうのが近くにあるんだけど、
印旛沼のうなぎの産地だったのよ。だから成田イコールうなぎの名産なの。今は養殖だよ。天然のうなぎなんかないから。美味しいよ、成田のうなぎは。食べてごらん。天然のうなぎだと相当高いだろうけど、本当に成田のうなぎ3000円ぐらいで食えるかな。3、4000円で食えると思うよ。めちゃくちゃうまいよ。俺も地元であんまり食ったことなくて、なんだろう、地元の人って食べないじゃん。でも食べてみたらうんまって言うよ。ああ、本当に。よかったじゃん。運気上がったんだ。よかったね。ああ、そばはまずいかもしんない。うなぎを食った方がいいね。成田はもううなぎ一択だと思った方がいい。そば聞いたことないな、そばがうまいとか。うなぎは間違いなくうまいよ。全然うまい。そうそうそう、もうさばいてるんだよ、道路で。うなぎを。ドンって目のところに釘刺してビーってさばいてるから。もう本当にもうその場でさばいて焼いてるから。成田行った時はうなぎと成田山参道参拝して、でそのまま裏の公園でお散歩、おすすめ。あとなんだろうな、成田で。まあ参道しかないからな。 何にもねえかんな。空港と、もう空港とね、成田山があるからね、市はこの2つがあれば潤ってるんだよ。大和の湯？大和の湯？うん。生きてるのさばいてたでしょ？いろんな店があって。目の前で。ドンって、まな板にさ、目のところにドンって釘刺してビッてさばくでしょ。美味しいよ、成田のうなぎは。肝のね、焼いたのとかもあるし。大和の湯ってどこだ？初詣は、まあ、のりこが調子よかったらどっか行こうと思うけど、まあ、のりこは行かないって言うだろうから。まあ、でも、どっか行きたいかな、俺は。個人的に、靖国神社行こうかな。靖国参拝行こうかな。手作りせんべい屋がめちゃくちゃうまい。ああ、そうだね。せんべいもあるね。そうだそうだ。せんべいもあるな。そうだね。かったいやつだろ。カッチカチのかったいせんべいね。歯かけるんじゃねえかっていう。かったいやつでしょ。あ、おせんべいうまいかもね。確かに。せんべい屋あるな。確かに。あ、あと、羊羹があるな。米屋の羊羹があるか。まあまあ、参道プラプラして遊んでるだけでもいいんじゃない？なんか。一応ね、三大大使だからね。川崎大使、成田山、明治神宮。日本トップ3だからね。成田山おすすめだよ。あ、延長するんでアイテムください。お願いします。鉄砲漬けうまい。あー、だからもう地元だからあんまわかんないんだよね。鉄砲漬けうまいんだ。なんかもう普通すぎて。うなぎって感じだな。それでもうなぎなんか1回か2回しか食ったことないよ。豆まき取りに行ったことはないけど、まあ、海老蔵とか相撲取りとか芸能人バンバン来るから、あの時期はもうごった返すから地元の人行かないよ。あの豆まき、お相撲さんとか豆まくじゃん。だから参拝と豆まきでもうごった返すって感じかな。バカプレゼントありがとう。おすすめおすすめ。ないね。一般参賀行ったことないね。ああ、ウリ食べるかな。
成田山、明治神宮と川崎大師、神奈川の川崎大師。あとは祭りがあるか。夏に祭りがあるから。祇園祭っていう祭りがあるから。祇園祭もいいよ、成田の祇園祭は。すごく迫力あるよ。ツイキャスが見れなくなった？なんで？どういうこと？ツイキャスが見えなくなった。どういうこと？ツイキャス見れてるよね、みんな。ツイキャス見れてる？見れてるかな？初詣行くだけで人生変わるなら。初詣とかお願いする場所じゃなくて、あれは報告する場所だからね。ツイキャス落ちてる？嘘。本当に？ツイキャス見れてない？あ、本当だ。なんだろう。あれ？なんで？本当だ。サーバーダウンしてるね、ツイキャス。これ俺の問題じゃなくて、他のツイキャスもそうでしょ。わあ、サーバーダウンしてる。本当だ。ツイキャスダウンしてるね。なんだろう。ライン来た。ごめんごめん、ツイキャス落ちてるね。なんだろう。他は見れてるの？これ俺の問題じゃないよね。ツイキャスの問題だよね。他ネットつながってるもんな。ツイキャスだね。なんだろう。たまにあるの？ツイキャス落ちたね。なんだろう。珍しいね。他の見れないよね。あ、ダメだ。ツイキャスが終わった。アクセスできませんだって。これ俺の問題じゃないと思うよ。ツイキャスが落ちてるから。サイトが落ちたね。なんで俺のせいなの？あ、ダメなんだ、やっぱり。全部佐野が悪い。ハートありがとう。何なんだろう。珍しいね、サーバーダウン。閲覧5万人も集めたこと一回もないよ、俺。大型メンタル下ばっかりなんだ。へえ。珍しい。まあ、たまにはあるんだろうね。たまにダウンするんだ。そういえば最近、ふわっちもサーバーダウンしなくなったよね。昔はよくサーバーダウンしてたけど。あ、結構サバ落ちするんだ。アフリカ TV の時代来ないよ。 アフリカ TV の時代なんか来ないよ。何夢見てんだよ。来ない来ない。ツイキャスいる？ツイキャス入れないよ。ツイキャス入れない、入れない。ずっとカクカクしてた。今入れないね、ツイキャス。なんだろう。ダメだね。あ、今韓国人が人気なんだ。へえ。アフリカ TV 自体は潰れてないんだ、今。潰れてると思ったわ。多分ね、落ちてると思う、ツイキャス。俺、今、確認したら入れなくなってる。ツイキャス TV、アクセスできません。
まあ治ったら教えて。あ、そっか、もともと韓国のサイトか、アフリカ TV は。そうだ、もともとあれ韓国のサイトだ。映像見えないが人数カウントされてる。へえ。ダメだな、入れないな。まあいいっしょ。たまにはこういうこともあるよ。石川がまた切れる。 え、でも紀之さんの結構切れ方筋が通ってるから結構好きだよ。あの人怒りっぽい人だけど、リスナーのことに対してね、リスナー守ろうとしきれてることが多いから、俺別に紀之さんの、なんだろう、切れ方正しいと思ってるけど。俺宗教真言系じゃないよ。俺は無宗教。ただ真言宗の成田山の寺で座禅とか組んでたね。あ、どうもどうも、いいね、ありがとう。お疲れ様です。で、紀之さんの切れ毛面白いよね。この前何に切れてたっけな。なんだっけ。なんとか、なんか企画かなんかに切れてたよね、業者の。来年の抱負は、ツイキャスレベル50、ふわっちのフォロワー3、フォロワー5000、YouTube5000、あともう映画と捨て頃。もう映画と捨て頃だけやる。沖縄宗教あるよ。あのね、ユタとかいうのがある。イタコ芸みたいな、ユタっていう霊能力があるね、地元の宗教。そうだね、真言宗密教だね、密教系だね。コメントは動いてるんだ。へえ。全然アクセスできないわ。エアコンね、直った。治ったっつうか、ついたって感じだ。多分電源切ったらまたつかなくなると思うから、もうつけっぱでいく。ツイキャスね、入れないんだよ今、サーバーダウン。サバ落ち。みんなアクセスできないね。そんな力ないでしょ、俺のリスナーに。俺のリスナーにそんな力ないよ。年末休み入ったの、書き入れ時なのに。こんだけキッズが多くて一番忙しい時期なのに休むの。ああ、お疲れ様です。仕事納め、お疲れ様です。1年間お疲れ様です。良いお年を。でかいこと？人間にできることはコツコツ積み重ねることだけだよ。まあ思いつきででかいことできるんだったらみんなやってるよ。でしょ？
ゆっくりゆっくり積み重ねるしかないんだよ、人間は。あ、ツイキャス始まった。ツイキャス始めます。ツイキャス戻ったよ。ツイキャス戻った。あ、治った治った。 OK だね。見えてる？うん、治ったっぽいね。サーバー復活よかった。まあ生きてくためにはお金必要だけど、お金が最優先だって考えるとね、やっぱ心がすさむから。うん、来た。ああ、よかったよかった。イオスにしなかったのは動画に強いからね。ソニーはセンサーが強かったから。で、結構ねパキパキめの絵が好きなのね。シャープに撮るっていうかパキッとした絵が好きだったから、写真も実際俺アルファが好きだったの。だからね、俺的にはありだなと思ってるね。結構いい買い物したなと思ってる。イケメン見えたイケメンではないけど、ツイキャス前の頃、あ、そうだね、坊主だったかもね。いや、ワドじゃなくて、俺全部、インスタグラムも、フェイスブックも何もかも全部ワド監督に変えてる。YouTube も。だワドっていう名前じゃなくて、ワド監督だね。ワド監督。コテハンワド監督に変えたから。今、ワド監督でやってるよ。全部。全部統一してる。ニコ生時代、あんこにマッチしなかった。まあまあ、キャラクターが近かったからね。まあ、しょうがないよ。合う合わないあるから。おい、いらっしゃい。エキストラ使わんのか？使うよ。エキストラ全然必要だ、だよ。あ、ブロックは解除してない、俺は。ブロックは解除しない方針だね。まあまあこんなもんだよ。だってもう始めてまだ1週間も経ってないもん。こんなもんよ。過疎過疎。過疎生主ですよ。
囲いってもともといる？俺囲いっていう囲い、あんま囲い文化好きじゃないんだよね。まあまあ、コメラン落ち着いてるよ。あとやっぱりあれじゃん、あのキツネとそのツイキャスの小手半税分けたのが多分でかかったんだと思うね。はい、こんばんは。映画に解放出演するの？まだわかんない。オーディションがあるから、オーディション通ったらもちろん出るけど。あ、キツネ枠の方が好きな人多いね。キツネ枠。囲いの説明よろしくお願いします。囲いっていうのはもともとニコ生では囲い込みっていうのが語源になってて、普通のファンの人を邪魔をする人を囲いって言ってたんだよね。ただツイキャスあたりから囲いイコール熱烈なファンっていう意味に、その言葉の意味合いが変わったかな。ジャニーズとかでいるじゃん。あのファンを囲い込ん、あのタレントを囲い込んでキャーっつって周りに迷惑かける人。なんか囲いっていうのはあんまいい意味で使われてなかったんだよね、昔は。ダンカンさんはね、あの脚本見てくれるって、脚本の書き方を教えてくれるって。なんか囲いって今熱烈なファンでいいっていう意味で使われてるよね。なんかちょっと違和感あるんだよね。こんにちは。楽しんでってください。囲いは悪い意味でだったね。もともとはね。昔はね。ただ意味が変わっちゃってる、今は。意味合いがだいぶ変わってる。おいっすなんだろう、うん、囲い属性の人はうちの放送少ないと思うけど。小室直樹先生かな。小室直樹先生、あー、何買ったんですか、小室先生の本の。面白いでしょ。小室先生の本面白いよ。
ピーはだって、最近は同時配信ばっかりやってるから。彼氏が仕事辞めるので、お前は風俗で働けと言われました。これって愛はあるんでしょうか？ないですね。答え知ってるでしょ。え、何？彼氏が仕事辞めるからお前は風俗で働けって言われたの。そんなの愛ないでしょ。ミヤさん、ふわっち見てるよ。ミヤさん見てる見てる。195さん、それ愛はないでしょ。ひどいな、すがすがしいクズだね。ひどいな、彼氏。いや、どうなんだろうね。俺はないと思うけど。ないですよね。別れて風俗で働いて和道さんに貢ぎます。いいよ、風俗で働かなくていいよ。働かなくていい。やりたくないことはやらなくていいよ。この BGM はフリーミュージックですね。三股見てるか、今度サインくれ。ミオさん、結構見てるらしいよ。配信。面白いらしい。ツバニャンの放送見てるらしいよ。ツバニャンの話してたもん、この前。三島由紀夫が復活すると資本主義論を変えました。ああ、そうなんだ。そっかそっか。まあ保守寄りだね。愛国者だよ、小室先生は。ちょっと保守系の、思想だね。そういう系が好きなのね。天皇言論も面白いよ。天皇言論と、なんだろう、まあ天皇言論を読むの結構おすすめかもね。ミオさんの配信面白かった。頑張ります。取り勝ってますよ。いや、三松さんから連絡があったら行くよ。三松さんのほら、仕事が忙しいから、スケジュールの問題でしょ。多分来年じゃないの？もう年末やらないでしょ。わかんない。三松さんがやる気なかったらやらないだろうし、三松さん次第じゃないの。偏ってるかな？そうかな？結構理論武装してる感じだけど、偏ってる感じはしなかったね。結構その、まあ、こってこての保守って感じだね。なんつうんだろう、その正当性が示されてれば全然いいと思うけど。いいわ、どっち。思いっきり保守。まあ入門書として読むのは、なんかこうテキストとしては合ってるのかなと思うけど、すごく読みやすいから。小室先生が意識してるのが、小学生でも読める文体でいかにその理論を構築するかっていうことにこだわっていて。なんか難しい学術書みたいな専門
的な言葉を使わないで、必ず難しい言葉を使ったらルビを振るっていうことを徹底してやってるから、俺みたいな無学な人間でも読みやすかったね。のりこさんと大事なカバンが川に落ちたらどっちを先に救いますか？余裕でのりこでしょ。余裕でのりこだよ。でのりこを救って俺のカバン拾いに行け、のりこって。のんちゃんは和道さんのカバンを拾いに行くって言って飛び込んで、でのりこが溺れて、もう一回俺がのりこを救い出して、のりこ俺のカバン取ってこいって、そのループだよ。ハートありがとう。俺はのりこを助けて、のりこは俺を助ける。あ、面白いね。あの小室先生がね、アル中でベロンベロンに酔っ払ってて、そうそう、収録が2日にまたいじゃって、次の日もベロンベロンに酔っ払ってるっていう。小室先生アル中なんだよね。最近いつ勃起しましたか？今朝。のんちゃんスイミングできんのかな、どうなんだろう。ねえ、この間ぶりだね。いや、イケメンじゃないよ。イケメンじゃない、全然ブサメンだよ。ハメ撮りみたいな依頼はないですね。はい。ハメ撮りとかないですよ。断るし。誰が見たいんだよ、そんなハメ撮り写真とか。エアコン僕はずっとつけっぱですけど、寒いっすね、今日。エアコンつけてても寒いね。エアコンはつけっぱ、ついたね。ついたらもう稼働はするから。まあ体調悪いんだ。ねえ、冬寒いから風邪ひかないようにね。エロスなんかないよ。枯れてるんだよ俺は。寒いな、しかし。28度だね。弱風にしてたから今強風にした。延長します。インフルエンザじゃなかった。ああ、よかったじゃん、よかったじゃん。28度だね。それでも寒いよ、弱風で。すごく寒い。バカありがとう。電気代10月分払ったら3500円だったね。3500円。三松さん稼いでるからね。めちゃめちゃ広い家に住んでるらしいよ。まあそんなに古いエアコンじゃないけどね。
2013年モデルって書いてあった。雪も降ってるんだ。雪国に住んでるんだ。電気ってつけるときと切るときが一番電力消費するの。こまめにつけたりすると、電気代跳ね上がるのね。つけっぱなしにした方が安いの、電気って。実験したらね、電気代半額以下になったかんね。騙されたらダメだよ、みんな。電気はつけっぱの方が安いよ。家にエアコン7台すげえな。大豪邸だね。切るときは関係ないのか。つけるときか。いや、高いときは1万2000円ぐらいだね。エアコンないんだ。へえ。北海道ね。いや、無理だよ。もう本当にきついんだって、高尾山からの配信とか。閲覧はかそるし。やだよ。体張る企画は若手に任せようよ、もう。無理無理無理。もう、年だから、俺も。勘弁してよ。不安値の収入だけじゃやっぱきつい。きつくはないけど不安はあるね。普通の生活、まあ底辺の生活はできるけど、不安は不安だよね。あ、収入源確保しないとなぁとは思ってる。もう30だから。これがね、不安値だけで100万とか稼げてたら安心なんだろうけど ね、食ってくね分ぐらいは稼げてるけど。ファンヒーターつけてるんだ。歩く系配信過酷なだけでリスナーさんにメリットないよね。面白くないよね。低収入になるよ。ファンクラブなんかできるわけないじゃん。そんなに甘くないよ。できないできない。理論武装は人気ないのかな。どうなんだろうね。100万以上稼いでる配信者いっぱいいるからな、今。ファンクラブ？なんかでもツイキャスで新しい機能でファンクラブっていうのができるらしいよ。書いてあった。ファンクラブっていう、ツイキャスに新しい機能できるから、だからそこで定額課金のコンテンツとかできるようになるんじゃないかな。まだ、公式のアナウンサーされてないけど。過疎系の配信見ないんだ。はい、ワドツいらっしゃい。ああ、お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとうね。サンキュー。ワド、映画がアップロードされて、
騒いでたぞ。あいつ粘着質。映画がブロされて騒いでた。どういうこと？映画がブロされて騒いでた。55号さんどういうこと？映画がブロされて騒いでた。何の話？ちょっとわかんねえな。おい、コンティニューコインとツイキャスくん、ありがとう。ありがとうございます。ふわっちゃんね、過疎多いからね。結構埋もれてて面白い人結構いると思うけど。うん。お茶箱ありがとう。ありがとうございます。まあたまには見たいけど、俺じゃなくてもいいじゃん、体張る配信。もう若い頃散々やったよ、体張る系。だってこんな寒い中俺あれだよ、江ノ島泳いだんだよ。すっげえ寒かったよ、死ぬかと思ったもん。もう今じゃできないよ、やってこらん。こんだけ寒い中で江ノ島泳いだんだよ、死ぬかと思ったよマジで。中西島面白いんだ。見たことないな。へえ。中西島閲覧20人以下ぐらいだよね。元芸人。誰が誰が55号さん誰が主語がないと分かんないよ。和道にブロックされて配信見れないとか言って呪縛で騒いだ誰がよ。だ誰の話してんの、なんで主語がないの、うん、君の良さが未だに分からない。いいところがないんじゃないの。来年は分かんないな、その時の気分次第でやってこうと思ってるけど、来年どうなるのか分かんないっすね。どうなんだろう。中西マン塾長さん掴んだんだ、すごいね。キャスバグってない？19分なのに赤字が出てるんだけど。みんなお茶バッグ投げられるようになってる？なんでこれ3分前じゃなくて赤字が出てるんだけど。お茶バッグ100とか投げられる？これ。俺のバグでしょこれ。ツイキャスバグってない？なんだろう、そこにあるのは空気清浄機、うん、YouTube ライブやってないっすね。動画だけ上げてる、タイムシフトだけ上げてる。なんだろう、ツイキャスがバグってるな。サーバーから復活したばっかりだからしょうがないか。調子悪い。29分。俺の方全然表示がバグってるな。29分になってる今。本当だ。ありがとう、お茶箱ありがとう。俺の方がバグってたわ。ツイキャス20分になってた俺の表示。今更新したら直ったわ、ありがとう。なんだろうこれ、なんでこんなバグるのかな。はい、おやすみ。
エセアカに餌与えてる、エセアカアイテム投げてるってこと？いいんじゃない？年末だもん。エセアカでも定期的に結構爆投げとか受けてるよ。固定のファンいるよ。固定のファンっていうか気まぐれのファンがいるよね、エセアカ。ツイキャスだけにしとけ。なんで？いいじゃん。キツネ枠楽しみにしてる人いっぱいいるんだから。ねえ、キツネ枠で自由にコメント書きたいって言ってる人もいるんだよ、たくさん。両方とも大事なリスナーだよ。同期？あ、配信6年目、橋本くん、まあ、橋本くん2年ぐらい引退してたしな。便所さんとかじゃない？時期的に始めた時期が一緒なのは、便所さんとか橋本くんとかじゃない。あの辺の世代だと思うけど。じゃあ一回終わりにしようかな。時間も結構2時間喋ったし。一旦閉めようか。じゃあ、俺昨日の続きで写真の現像枠やるわ。写真の現像枠。どっちでやろうかな。携帯配信だから、ツイキャスかフワッチ1本しか選べないんだよな。どうしようかな。フワッチの通常枠でやろうか。じゃあ、次枠は。フワッチの通常枠でやろうか。いやいや、あれなんだよ。写真の現像しないといけないから、携帯配信に切り替えるから、どっちか1個しかできないのよ。じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。次枠はフワッチで通常枠やります。ありがとうございました。おつでーす。